それでは企業名とお名前をお願いいたします。はい、ホブランドスノーステーツの滝沢です。よろしくお願いいたします。さあ、そしてお名前どうぞ。あ、しずくです。よろしくお願いいたします。娘さんですか？はい、やんちゃ娘です。それではまず今日ね、どういったものを紹介していただきますか？よろしくお願いいたします。はい、まあスノースケートという、はいはい、もので、まあ何年かここに出展させていただいてるんで、うん、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、まあ今だんだんこう話題沸騰中の新しいウィンタースポーツで、まあバインディングをつけない、うん、足をくっつけないでスキー場を滑るっていうタイプの遊びになりますね。もう僕も今日初めて知ったんですけれど、はい、本当にこのタイプがもうすでにいろいろ出ているということですよね。そうですね、はい、もう歴史としてはスノースケートはやっぱスノーボードが生まれる時と同じ歴史をたどるので、うん、そこでバインディングをつけないっていう方向でずっと開発は進んでたんですよね。まずじゃあこちらの方をちょっと紹介してもらってもいいですか？はい、これが今売れ筋のバックショットっていうモデルなんですけど、まあ長さ126センチ で、はい、でまあ、滑りの速度や安定感もすごく高くて、うん、はい、でまあ、何よりスノーボードの神様テリエ・ハーカンセンのシグネチャーモデルでもあるんで、まあ、アメリカ限定だったんですけど、はい、バートンとのコラボモデルも今年出て、うん、即完売したような人気モデルですね。人気モデルですね、はい、そして今手に持っているのが少し長い板というのでしょうか？はい、もうこれが今最、うん、はい、長というか一番長い151センチあるんですけども、はい、まあパウダー新設バックアントリー、はい、そういうのを目指したスノースケートで、はい、でパウダーの、まあ、パウスケなんて呼ばれてて、パウダースノースケートっていうジャンルでまた海外なんかはこれにもすごく燃えている方もいっぱいいるような、はい、今回も本当にかなり注目して見に来る方も多かったんじゃないですか？そうですね、はい、で特にこれはまたもう物珍しい長さなので、うん、もうスノーボードとほぼ変わらない長さのモデルなので、はい、まあ、やっぱりこれをもう一目見たいっていう方も、はい、多かったので、まあ、大体このそうですね2モデルが好評いただいてます。まあでも本当にね、種類がもうすでにたくさん出ているこのね、はい、スノースケート、はい、ね、もう本当に短いのから実際楽しみはどういう感じで楽しんでますか？そうですね、長さの違いはやっぱりそのやることプレーする内容に関わるので、うん、例えば朝一で、うん、今日はもう雪降った後で、うん、パウダーのいいコンディションだっていう時は、うん、まあ最初これとかこれをみんな車から出して乗って、はい、で、まあ、山をチェックしてて、はい、今日このパークいいねってなったら車に戻って、ね、まあ、短いスケートを持って行ってパークでセッションするだとか、うん、そのやることに応じてスケートを変えて楽しむような遊び方してますね。はい、はい、ありがとうございます、はい、ね、それではね、最後に遊んで実際乗ってみてどうでしたか？なんか普通に言えばいいかな。緊張しない。楽しいですか？難しいけど楽しい。まあ難しいけど楽しい。まあまだ私もね、練習中なんで、あんまりリフトとか行かないけど、まあ練習するだけでもなんか楽しい。なんか誰かこけてさ、うん、あはーはーとか、なんか結構楽しいです。ありがとうございます、ね、これぐらい楽しいということです。本当に滝沢さん、ありがとうございました。ありがとうございます。